実はね、シャツなんかファッションブルーズでイベントするのが初めて、すごい奇跡的な瞬間にお立ち会いいただき非常に嬉しいです。ありがとうございます。実は去年ちょうど1年ぐらい前にこちらでイベントをやるっていうお話をいただいてたんですけど、ちょっと中止になってしまって、すごい残念な気持ちでいっぱいで、やっとリベンジすることができました。ありがとうございます。それではね、早速私たち紹介からね、はい、やっていきましょう。はい、私たちは茨城県の石岡市を中心に活動している姉妹コピーダンスユニットです。主に踊ってみた、ツーミクの踊ってみたをやっているんですけれど、他のさまざまな曲にも挑戦していきたいと思っています。はい、それでは自己紹介の方に行ってみましょう。はい、まず私からです。今日も明日も明後日もElectric Andrew です。
茜のひょうちゃんのトークタイムです。よろしくお願いします。茜がファッションクルーズ、私実は2回ほど来たことがありまして、小学生の時に近くの門松運動公園でスケート場があるんですけど、そこが好きで、家族に連れてってもらってスケートやってました。その時にちょうどジブリ映画の千と千尋の神隠しが、自分の中ですごい流行った時があって、そのグッズ紹介にこの立花さんファッションブルースの当時はなんかどんぐり共和国っていうジブリのグッズが売っていたお店がありました。そこに行ったんですけど、当時まだ小学4年生とか小さい時だったので、確かにそんなに持ってなくてですね、お店の中ぐるぐる回ったんですけど、結局全部ちょっとファイル1枚買って終わりました。かわいい。前回は何のジブリ映画のですか。これは打ち合わせにいなかった質問なので、ちょっと一旦考えさせてください。そうですね、ジブリ映画でもいろいろあってほとんど好きなんですけど、やっぱりハウルの動く城がかなとか、魔法を使ってっていうところがファンタジックで好きです。そうですよね、やっぱりジブリ映画も結構チームの中でも主人公はかっこいいように入るのに、主人公ってかっこいいですよね。そうですね。それではね、トークタイムここまでにして、今度はね、UFO を使って踊っていきましょう。はい、踊りましょう。見ましょう。はい、頑張ります。はい、皆さん暑いですね。私は8月ということで夏休み真っ只中なんですけど、夏休みの思い出について、話します。先日私は、茨城県の大子町にある袋田の滝に行ってきました。茨城県の名所ですね。なんと私が運転していたんです。すごい。しかも下道で行ったので結構時間がかかりました。でもすごく気持ちよくドライブができました。袋田の滝は何回か家族でも行ったことあるし、私も学校の実習とかで4年ぐらい前に行ってなかったんですけど、やっぱり夏ということでいいんですね。滝は水があって涼しいし、やっぱり自然の雄大さっていうのをね感じる場所です。そうだ、袋田の滝入って袋の滝にすごい綺麗だなって思われると、まあ、出口があってその先に散策路っていうのがあるんですけど、なんかちょっと錆びれたような階段を目に登っていけるという場所があるんですね。で、私はちょっとそういう滝の見えない階段があるとすぐに進んで行きたくなっちゃうんですよ。ということで、すごい長いスカートを履いていったのに、もうなんか螺旋階段みたいな、錆びて大丈夫かなみたいな階段で、しかもその先には山があるので、スカートをちょっと持ち上げて歩いてたわけです。そしたらですね、全然何も見えてこない、いくら歩いても山ばっかりなんですね。それはそうです。で、やっと何か開けた場所が見えてきたなって覗いてみたら、思ったよりちょっと小さな感じの滝があって、でもここまで登ってきてやっぱり見る景色は素敵だなというところでね、これ以上上には行けないし帰るかということで振り返ったらですね、なんかすごい綺麗な百合の花ですね、山百合が咲いてて、私ユリリンということで、やっぱりなんか私が頑張ってきたのをここまで応援してくれる花だったのかなっていうところですごい感動しました。ありがとうございます。そうですね、とても素敵な話をありがとうございます。ぜひ今度妹も連れてってあげようと思います。ちょうどね、その時私用事があったので、ね、一緒について行けなかったんですよ。すごい残念でした。今度連れてきますので楽しみにしててください。はい、楽しみにしてます。はい、皆さんもぜひ袋田の滝行ってみてください。
では続いて4曲目ですね。4曲目、スーパーヌコワールド踊っていきます。なんかもう2日間ぐらい涼しかっただけで、なん
まだまだこれからが本番なので、皆さん水分補給、涼しいと言ってもね、体がね、汗で水分出てしまうので、皆さん私たちと一緒にちょっと休憩の時間にして本日も飲みましょう。ということで、そうこうしているうちにもうそろそろ終わりの時間が、そうですね、近づいてきたので、皆さん最後の曲は楽しんでください。最後の曲は千本桜です。
のね、8月の7日、8月始まったばかりです。今日ね、8月の第1週目、皆さんに会えてすごく嬉しかったです。はい、私たちね、茨城イベントで結構久しぶりだったので、皆さんに会えて本当に良かったと思います。はい、その後、ちょっとステージ降りたら物販、ちょっと席取ってきて15枚くらいなんですけど、持ってきたので、ぜひご興味ある方は遊びに来てくださると嬉しいです。それではまたね、この夏どこかで会えたら会いましょう。石岡を